だから、俺いると邪魔でしょ。うん。養分の家で隣でイベントわーいってやるのは、マジ違うと思ったから、ホテル取った。1泊6千円。2泊で1万2千円。2泊取った。2泊。だから1万2千円かかってるよ。あれ、電波悪いこれ、大丈夫 電波大丈夫なんか、くるくるしてますって来たわ。入院でわけで俺が捕まったっていうコメントがあったぞ。捕まってません安心してください。そ、う本当なの捕まったと。いや、養分ちっちゃうよ。ホテルだから。うん。 人生もう終わったわよ、俺は。まあ、詳しいことは言えないけど、もう終わってるよ。だからちょっとね、本当はや病んでるんだけど、配信やろうかなと思って、やってる。毎回もう終わってるよ、もう。あ、ボール参加ありがとう。お前ゼロワン金使いまくってるぞ。会社のお金とかどうするんだ。いや、怒んない その0番からは LINE が来てるかって言われると1通だけ来たわそれだけであと何も来てないよだから分かんないてか俺も自分の人生が今もうほんどん底だからさもう他人に対してなんかあのまあ炎上ニュースはねやれてるけど構ってられないよもう,うん終わってるから ポンちゃんが連絡取り,取,りが取りたがってるよ。なんで絶対嘘でしょ。DM くれたら俺すぐにポンちゃんにね、LINE の,の QR コード送るよ。はい。ポンちゃんが怒ってるポンちゃんとあのポンちゃんがんいや俺ギャンブルしてないよ。あミニーさん今日はありがとうございます。 すいません LINE してるよ。え待ってえこれポンちゃんなのこれなんか知らない人が LINE 来たんだよ。これポンちゃんなのえっのりなに,なにあこれあなんかさポンっていう名前じゃなくてねなんかのりって来たのよ。 えー、で誰だと思って誰がライ LINE 教えたんだと思って無視してたのこれそう今ちょっと既読つけてなかったんだけど「ニコニコ生放送しているぽんちゃんと申します」勝手ながら野田総理から LINE を教えてもらいましたえー、あじゃあちょっと電話来てるからかけるわえっな何なんだ いや俺、知らなかったそのポンちゃんって名前で LINE があるのかと思う全然知らない人が LINE 来たから俺無視したんでたまにあるから何回かうんじゃあ電話するわあれ出ないわ初めての絡みなんだけどいやいいですよ全然ミニさ20倍持ってるね今日宝くじ買ったら1%のかけ安引くかもよありがとう いや俺は全然嬉しいよ。え、な、なのことだろうと思うけど。こんなに3件ぐらい、4件ぐらいね、電話が来てるに必死に。え、なんの、どうしたんだろうと思って、今ちょっと震えてるけど、え、何があったのかなって。だ大丈夫、これ。あのね、そういうね、差別的な用語言わないよ。俺、でもポンちゃん好きでね、あのー、よく見てるから。 だからちょっと電話したいんだけどかけても出ないわあ来た来たちょっと待ってお休みモードだから電話がね繋がらないんだよいやちょっとニコ生の人と喋るの緊張するわうんあもしもし あ、どうもはじめましてええー、感激、ん、え、ん、ー、ちゃんさんですかああのニの名前やってるんですけど今大丈夫ですか<あ>声は全然あの、僕もふわっちゃってんの大丈夫ですかちょっと声はあ,ありがとうございますあのすいませんあの初めなんかのりって名前で来ててなんだこいつはと思ってあ、ちょっと一瞬ブロック入れちゃったんですよですええー、あごめんなすいませんあの、ポンちゃんだったらもうそんなブロックすることなかったですいませんなんかブロック入れちゃって ありがとうございます,えーすいません、なんかあの初めてからものブロック入れちゃう、すいません。ああ、いえ、突然、なんかラインささせていただきます。はい。l i インどっから知ったんですかなんか、野田空から。あそうなんです。ちょっと,ょっともうびっくりして。勝手では申し訳ないです。はい。えーど、どうしたんですかあ,<ー>あの、電話来てたんで。いやーちょ、ちょっとあの前々から、結構前から。 バルタルさんと絡んでみたいなと思ってたんですよええー、お、俺ですかそうマジででこないだ外愛するんでバルタルさんに会いたいなと思っててええー、だけどその時はなんか大阪にいるよっていうからあいないんだってってそうなんですあの今ね大阪にいてあの家がなくなっちゃったんですよ追い出されちゃってあーそれは多分、えー 確かそれって2018年あたりからずっとそんな感じじゃないですかう、ね、そうですね2016年17年あたりですね16年ええでちょうどその俺もぽんちゃんがね絡んでくれるって言ってくれうれしいんですけどちょっと自分の周りが全然もうボガタガタでボタボタでねはいはいあの家を探してるのに必死なんですよはいあの あの<ー>よく存じ上げてます。あの、あなんかあの、2018、19年の時、ちょっととある女性とコラボしてましたよね、いろんな、なんか。あ、そうなんですあ、ちょっとず、ず違います。バルカネさんがでて。あ、俺がですかすいません。<う>あの、ポンちゃんがっていう。はい、あ、はい。その時、めっちゃ似てたんですよ。えー、嬉しい。<俺>ありがとうございます。はい。なんか、いつもすごい、フワッチネ市ナンバーワンだったもんね。いやいや、フワッチナンバーワンはもう、0番さんっていう。 あのそうなんですその方がそうそう,そうなんかそのなんかよ横に繋がってた女性関係ってなんかいろいろ盛り上がってる様子を見てたんですああそうですかえそうそうそうちょっと名前は言わない方がいいんだろうけどちょっとまあえ何がですあ,あちょっといやタルタル,ルさん気を使って,、えー、ってはいであのポンちゃんさんはまご、あ、電話してじゃ結局その目的というか内容がちょっと分かんなくて結局これどういう電話なんですかね 売名ですすねあ、売売名ででかえ、でも、ニコ生の人だから、ふわふわっちなんて関係なくないですかいや,いや、いや、でもこっちも結構バルバルのこと知ってるリスナーさんがいるんじゃあ、本当っすえじゃあ、はいえ、僕も逆に売名させてほしくて、ニコ生や,やりたいと思ってて、そそそうそうそう,そう,そうだから、ポンちゃんさん、あの、家止めてほしいです。いいや、いや、それはちょっとえ いやそれはじゃあの格差から絶対女性と絡んだ方がいいですよ。いやいや本当に俺もう今ホテル泊まってて一泊六千とこ泊まってるんですよアパート。何ですかめっちゃ稼いでるじゃないですか。いや,いやもうギリギリの状態でもう使いたくないんですよお金をだから。いやポンちゃんさんの。だ嘘が嘘がだ,だってこの間だちょっ金額みたいなの言ってましたけど、ええ、バックルバックの標準に数字になった七百万ぐらい。 <え><え>俺が貯金見せて700万っていうバッグがあったんですえ、なんか僕のクワッチのポイント700万ぐらいいや、それ絶対人違いですね、これ。いだ誰の見てるんですバルツァルサのバッグに700万俺のバッグに700万ついてたはい。いや、ポンちゃん、それはマジで妄想だと思う。あ、もう本当、そんなのやったことないですよ、俺。いや,いやいやいや、見ましたよ、俺。絶対見たもん、そのな,なんか映像。 配信中のそうなんす。いやなんかだけあれじゃないですか、リスナーさんからいくらもらったかって常に表表記される、ね。ああ表記のやつですか？表記でも700万じゃないそれ政治じゃないんです？え？そぼ俺デブ違いですそれ。俺じゃないです。あもしかしてポンちゃん？はい。俺と間違ってませんなんか政治っていう配信者と。出してますよ。あえ,あ,えあれです。その人のあのあれをに見,見せてたってことですか。そうそうそう,そうあの。 クレイジーパピオンセイジっていう名前で多分な知ってますよ知ってますよ全然違うデブ違いですそれこの電話も電話違いじゃないんですよ<や>これいやいやでも俺はポサ、えー、さんに売名させてもらいたくて通話したんですよえその売名っていうのはいいんですかポンちゃんあの見てたんですけど村マ子さんのなんかふわっち来てでニコ生戻った時の放送をねその時にニコ生の主のニコ生のリスナーさんたちから電話がかかってきてて 殺すぞとかお前フワッチに魂売るんだったらお前ぶち殺すぞとかめっちゃ言われてたんですよあ<ー>だからポンちゃんさんねフワッチえ来るってことですかいや元からフワッチでもあった人間なんでそんな関係って俺には、えー、本当ですかだからだって大丈夫かなってあえー、えフワッチじゃ来るってことですか いや違う行かないけど、ええ、別にあまりライブ配信ってそんなに関係なくないですか大していつもだって野田と絡んでるし俺はえっ待ってくださいそのポンちゃんええ番なんですかいや英版じゃないっすよあ版番でもないっすはいあよかったじゃあじゃあ俺みたいなふわっちでしかね脳がない配信者に売名したっていやいやいや,いや,いやそんなことこ生で盛り上がらないでしょこ,の間これこないだっの間だってあのツイキャスのあの人誰だっけななんだっけえあとええ あ,のあれだっけ。ひさん、光かる対,対戦、絡みましたし。あ三3倍目光でっすかそう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 。えー、<laughs> え、それは、まあ、絡んで、え、だからどうしたっていう話なんですけど、ああ、まあ、どうどどう、どどどう反応するのかちょっと困っちゃって。ええ、あ、そうなんす 会でヤニさんんヤああそうなんすいや、ヤニーじゃねえや、あの、何だっけえっと、何だっけあの、お母さんと一緒に配信してる。お母さんと配信してる人 <laughs> あの、ねえ。いや、も、ま、う、あ、ぽんちゃんさんね、ふわっちの人と絡みたいと思ってるって言ってるけど、これ、どうせあれでしょネタがなくて、ネタに詰まったから適当に電話しただけでしょ俺に。ああ。 かけやすいから、まあまあ、まあでも配信者としてはよく似てたしほんとですほんとですよだってほら名前言ったらちょっと気を、まあ、悪くなるかなと思って言わないけどえでなんあー全然思わないんですけどさんあーはいはい全然もう別れてるんであれで知ったんですよ存在大きいなと思ってえ本ほんとですめちゃくちゃです。あの 僕もポンちゃんさんはねあの沼ップでもう知ってめちゃくちゃ好きで見てますはいいつも笑かしてもらってますほんとにはーい最近はちょっとこじれてますけど、はい、えっ沼ップのやつは出るんですよね沼ップいやちょ,ちょっと最近はこじれてて沼ップはだから応援してますだから ああ、ちょ、ちょ、ちょっと、レギュラーじゃなくなっちゃったんで、ちょっとえ嘘でしょいや、本当ですけど。え、だって、レギュラーだったじゃないですか。で、そのオーディションやってなかった一人の穴枠で。いや、まあ、研修生扱いになったのかな。え <laughs> そうなんですじゃあ、もう応援してます。それだったら。 んちゃははい、はいえな、なんで落とされたんですこれ <laughs> いやまあちょっと俺からやめてやるってちょっと気がっちゃってはいまあいわゆるあれですよ配信のその喧嘩カ状みたいなもんですよあそうなんすねそそそうそうそうよくあっじゃあ台本ってことですかそのい<や>プラレスというか台本台本,台本でもないけどみどりさん描いた絵っていうか<本> そのそういう流れをつけるっていう脚本の中の演出の一つっていうことですかいやあのちょっとこれがガチになっちゃったんじえじゃあ初めは台本のつもりだったけどだいや<最>台本でも寝てくせーと思ったの気だったんでちょっといやーってうどうでもいい流れでなんかそれがなったんで、えー、あそうなんすあそう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 ,そうなんすあそうなんすね <laughs> 今じゃあ研究生っていう立場でやるってことですね、えー、じゃあ応援してますボンちゃんあ,あでも野田氷とはずっと仲良くやってるんで、はい、あそうなんす、うん、そう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 ,そう、えー、じゃああのー、もしね全国ツアーもしなるってなったら俺絶対駆けつけてあの,いけあの CD 買いますいやいやあの全国ツアーなんてないんでえ全国ツアーもないんですこれないないんですよ え、じゃあ、な,な,なんなんなですじゃあ、その沼ップっていうのは、なんかレベゼンから40万もらったじゃないですか。いや、自分の解釈ですけど、はい。あれは、レテジェンさんの動画を盛り上がらせるために、うん、わざわざ、リオイさんがメンバーを呼び出したっていう。はい。ってことなんじゃないかなと思ってて。<え>わかります、言ってること。わからないです、ちょっと言ってることが。だから、えー、レテジェンさんの動画企画に、えー、 緑がその前に一回絡んでるんじゃないですか、一、ええ、人で。そうですね、うん。で、俺たちの動画を盛り上がりせるために、わざわざ俺たちを呼んだんじゃないか。わかります。いや、ちょっ、とああ、なるほど。そう,そう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 。ええ、すみません、頭弱くて、とりあえず。緑さんがヌマップ召集して。まあ、当て埋まりされたって感じですか、じゃあ。あぽんちゃんたちが。 利用されてで自分の売名みどりさんがレベゼン地球に懐に入って売名するための道具として使われたってことですそうそうそう,そうえそれひどいっすねみどりさんそうそうえそれはもう認めてるんですかいや見とれてないと本人はあ全国ツアーはやると言ってるんです言ってるけど口だけみたいな、えー、あそうなんえポンちゃん 研究生だからさそんなガンガン言っていいんですかで<も>大丈夫なんすでも、ええ、今回俺デティジィンさんとあれで結構こっちにリスナーが多くなったのは事実なんで、うん、まあ結果的にはまあまあ、うん、ウィンウィンみたいな感じになっちゃったけどああ,あ、ええ、そっかあのみどりさんのツイッターよく見るんですけど、はい、あのベトナム行くらしいですね そう考えるとその40万もらったじゃないですかきっとねレペゼンさんからいやもらったかどうかもわからないし、うん、つったって言わないしその40万使ってベトナム行く可能性だってあるってことを言いたいんですよねぽんちゃんいやそれは野田総から聞いた話であそうなんですはいあそうなんですねわかりやすい、うん、えー、じゃあぽんちゃん,さんから絡んでくださいよ <laughs> こいだ会いたかったんですけど、なんか大阪にツイキャスのあの人、あの、なんだっけ、あの、うん、ンジョリさんが、パルバルは今、大阪だよっていうから、<あ>会えなかったんですよ。えじゃあ、今度、東京戻ったときに、よければ、その、家、うん、一泊でにい止めてほしいです。いや、ちょっと止めることはできないんですけど、ええ、あの、俺が東京に行って、あちょっと絡みたいですね。ちょっと え、じゃゃんちどこにいるんすそこ行きますよ、俺。いや、100こなし何県にいるんすいや、俺もうどこでも行けるんで。いやいやいや、こ0個なしええ、何県にいるんすいざ、アパホテルで決めてくださいよ。いや、もうお金なくて、マジで。いやいや、何県にいるんすちょっと。いやいやいや。何県。え、住所はバレてるんすポンちゃんの。いやいやいや、バレてないっすよ。バレてないっすよ。え いや、俺が東京に、だから丸ルさんが東京でホテル泊まっているときに、うん、滞在しているときに、ぜひ絡ませてほしいなとは思います。大熱的な感じですけど。あ横浜横浜だと近いっすよ、<laughs> めちゃくちゃ。いや,いやいやいや横浜じゃないっすよ、横浜じゃないっすよ。横浜行きますって。いや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 、大した大した。 ダメです。いや絡みたい。ニコ生やりたいと思ってて、教えてほしいですよ、ポンちゃんの、そのニコ生の放送で。あ、じゃあ、あの、すいません、今日は。ありがとうございました。あ、じゃこちらこそ、ポンちゃんさん。まあまた、お願いします。はい、すいません。はい。あありがとうございます、本当に。あありがとうございました。ポンちゃん、一言だけ。はい。働けよあ、はい。 普通だったねポンちゃんねいい人だったわ最後にちょニコ生見るかあれ動画あったからポンちゃんニコ生えー、見たいよねどういう今滑ったいやなんかポンちゃんが仕事してないって聞いたことがあるんだよその吐き捨てりふなんだけど めっちゃ怒ってる待ってポ,ンポンちゃんが出てこないわ検索かけてもどのポンちゃんなのこれこれ <laughs> ムカつくって言ってるいやだって <laughs> えー、だって俺知らないもんこれ暇つぶしで暇でんでしょポンちゃんからの ひ暇んで、あの、ニコ生で時間つぶしのために電話したんじゃないのこれ。怒ってるのええー。お前も暗黒よりかよって言ってるぽんちゃんが。いや、俺ね、でもね、ぽんちゃんに関しては、沼ップで、めちゃくちゃ面白いなと思って見てたんだよ。うん、あのー、喧嘩してる時ね。 んちゃんがそのみどりさんとかそういう人たちに喧嘩してるときのめっちゃおもろいなって見てた大好きなんよポンちゃんはでもこういうつながりができたからで今後ちょっとニコ生を進出するときに出たいのよ俺うん ぽんちゃん、パルパラやっぱり暗黒どもだな。いや、別に暗黒ファミリーには入ってないよ。だってニコ生の人じゃないかなただ、ヨッサンが最後いじってたじゃん。なんか、前電話したけど、ぽんちゃんがね。なんか、無職で、なんか、仕事してないみたいな。働けよっていうことを言ってたから、これ、ニコ生のノリで言った方がいいのかなって思って、最後にそういうふうに言っただけなんだけど。 じゃあなんかもうじゃ働いてるって言うて、無職なんじゃないか疑惑が立ってて、俺は働、働、ね、言っただけなんだけど。すいません。しかも700万って俺じゃないしね。だ、誰と間違ってんのこれ。ってことですよ。えー、まあちょっとね、いろんなトラブルがありましたけど、まあ皆さん、 ナイスで、ナイスじゃない。最終日なんで、応援よろしくお願いします。おい、ポンちゃんが LINE 交換したいらしい。もう交換して電話したんだよ。やったよ。金が欲しいんだって。養分はね、だから家にいるね。家にいて、今、多分準備してると思う。疲れてるから寝てるかもね、ワンちゃん。うん。 なんかあの楽しかったよって言って,言ってた。で、俺はそのままじゃあホテル行くねってって戻ったけど。いつ養分がやるか分かんない。だから、ゼロワンもいつやるかも分かんないし。不明だね。掃除してからだって言ってたそんな散らかしてないけどね。うん。まあでも。えゼロワンやってるやってるこれ。ふわっち。 ツイキャスでやってるってことゼロワンは。うん。まあでも俺ね、ほんとにね、こんなこと言いたくはないけど、マジでポンちゃんの家とか、その他人の家にとりあえずね、あの、転がりたいんだよ。家ないから。まあ強いて言うなら彼女作ってね、その女の子の家で一緒に同棲したいという思いがあるんだけど。もう どこでもいいんだよ、もう。で、ぶっちゃけ言うと、外部の配信サイトの人の家に、ね、あの転がりたい。やっぱね、ふわっち配信者同士だと気使うじゃん。ナイスとかもあるし。ね養分はいつでもずっといっていいよって言ってくれてるんだけど、やっぱ養分もほら、ナイスもあるしさ、俺が放送やってたらさ、次やりなよって譲り合いになっちゃうじゃん。ねだからなんか、 そういうのもしたくないじゃん。だから、強いて若者言うのはニコ生か追求するの、やっている、も専門やっている、その配信者の家で転がれば、ね、俺はいいなと思ってるよ。金梅さん、だからそれもちょっとおかしいんだよ。金梅さんはふわっち A 番だから、金梅さんの家行ってもね、映せないんだよ。声も出せないし。A 番車は無理だね。A 番車は。 そう。だから、女の子の家とかね、そういうのを探しちゃっているとかいう風に言われてるけど、そういうことじゃなくて、もう、誰でもいいんだよ。男でも女でも。全然。野田通理の家は絶対やでし野田さん。俺ね、野田さんも壁感じるもん。一緒にいて。もうん。人を信用していないというか、そういうもう、感じがするもん。胸キュンは。 よこ喜ぶかなぁ。ヤミーならまたね、これおかしな話でね。ヤミーってさ、四六時中放送してるじゃん。だから炎上ニュースやるとき、ヤミー、た放送やってると思うんだよ。だからこれはうまく合わないっていうか、放送の時間の日程が合わないって感じなんだよね。だから気分でやってる人とやりたいね、配信は。 気分でいや腹黒同士じゃないって、うん、石川紀之さんそれこそ無理でしょ紀きさんはあ,あそれかそうだねあのふわっちの人でもいいけど、まあ、そのこんな言い方したくないけど閲覧100以下とかねそのまだ始めてばっかとかそういった人だったら家行きたいねうん 全員つきあったら FX 頑張ってるじゃん。こわがまがじゃないだからもう一番理想は、リスナーさんの家なんだよ。理想として言うなら。理想ね。ドカ X のことバカにしてんのかドカ X さんバカにしてないよ。なんでバカにするの、ドカ X さん。自分が主導権取れる相手ばっかじゃん そそうでしょもし取れるならね取りたいじゃん。ぶっちゃけ。まあ一番いいのは家借りた方がいいんだよ。ね家をね。あそういうこと、どっか行くさ、熱なんか100以下だからバカにしてんのかって、そういうことじゃないよ。まあでも、止めたい、俺を止めたいやつなんていないと思うよ。パルパルをね。 <laughs> 長野に帰るよ。まあとりあえず今日はね、イベント最終日だから、みんな無料アイテム投げてって。ねランキング3位だから今。いいええさ、最終日の盛り,盛り上がってないからね。ちょっと盛り上げてください、これ。お疲れちゃいらっしゃい。 お願いしますよーえー、盛り上げていこう黄色に負けてるに黄色って。まだ9時じゃんもう9時半だよ。あと2時間半で終わりだからね。ありやす。いや、閲覧1000人超えてるけど。 最終日はもうでも結局ね、初めだけなんだよ、閲覧数は。あのだんだん後半からになるとだらけてくるから。まあそれでいいよ、もう。だらけててもしゃあないし。2位が黄色だよ。え黄色って誰ちょっと見ていい黄色。黄色。てか4種のこの種目の戦いって、結局、 もうサッカーだね。これ700万ポイントをひっくり返すってのは無理だよ、これ。うわ、俺サッカー入っときゃ分かったわ。そしたら9万円ぐらい入ってたのに。サッカーかー。有料飛んでるありゃーんありゃあ,ありゃーんっす。矢沢さんが、大塚ちゃんありがーたね。矢沢さんが、 話盛りすぎって言ってる話持ってないよ。矢沢さん自身が言ってた言葉だよ。うん。あいつ根っから嘘つきなんじゃないの俺、放送で言ってた内容そのまま言ってるだけだよ。矢沢さんが。やばいってマジで。本当にそういう風に言ってるんだったらね。言ってないよ。言ってないよ。なことじゃなくて、矢沢さんと若川上ちゃんの会話の中の話だから。 話の部分持ってないよ、普通に。矢沢さんとか。で、矢沢さん悪いからね、正直。キャリーちゃんのことをさ、裏でディスってたんだから。そのディスってる最中にさ、香川バー来てさ、ね。で、その、仲が悪いの分かってる状態で飲むっていうのはね、別にいいんだけれど、揉めるのに決まってんじゃん、そんなの。 だから相手もトラブルを起こすために来たのかなと思っちゃうよね。矢沢さん。有料トンネルあらゃさーあ、ワイちゃんありがとうゴーさんありがとうねそうだ、キャリーちゃんのことディスってたんだよ。桃奈ちゃんの件で。あの、配信の裏側でやってたじゃん。ちょっとチラッと見たけど。<laughs> 嘘ソハトだよ、パルチュ。いや、それはごめんなさい。 あ、嘘旗なのあ、じゃあ矢沢ちゃんはいい子で、あの、リアルで会ったことあるけど、普通にいい,いい子で、なんか普通にコラボしたことあるよ、俺。昔ね。めちゃくちゃいい人だった。うん。あの、嘘つきじゃないよ。矢沢ちゃんは多分怖かったと思うよね倒。なんかね、頭蹴られて失神したんだよ。それで、なんかもう、倒れちゃってさ、気絶しちゃったってこと言ってたから。で、警察にもう、言ってるってこと言ってたしね、今日はね。 ああ、本当心配だよ。川上がパルパルに会いたいって言ってたけど、何者なの川上ちゃんは、何者かって言われると、香川バーの店員さん。で、配信者。うん。で、まあ、結構パチオチとかいろんな人でコラボしてる、右肘とか。だから川上ちゃんが11月いっぱいに大阪でさ、バー辞めるって言ってるから、 まあ明日ぐらいにも行ってもいいけどね。いるならね。じゃいつになるか分からんけど。だったら脳内出血してるでしょ。なんか言ってたよ、今日の昼の放送で。脳みそが腫れてるって。医者に言われたって言ってたよ。キャリーブタと、キャリーブタとちゃんみきが矢沢を暴行しにして逃げたんだよ。それ知ってるよ。 キャリーちゃんとちゃんみきちゃんが、矢沢さんをね、暴力振るったんでしょ矢沢さんの話を聞くと。うん。ただ、それ、証拠の動画がないから、だからもう、それなんとも言えないよね。証拠の画像がある。10回ありがとう、スポーツバーンいいのこれ。うわ、嬉しいわ。こんな豚に。ありがとうございます。 全員が証人だと。証人で蹴ったって。あの、灰皿の、なんか、あの、灰皿って、あの、銀色のね、なんか、やつじゃん。包み。わかる言いたいこと。50個来たーえ、誰えー、レシい、キーちゃん。そして、もう酸っぱい方ありがとう 本当あれは君が君が今日のアラブセ今日ないやつ今夜が君がトップワン君がいなきゃやっていけないウルトラドンチキ最終日ウルトラハイパードンチキありがとうございます、えー、いやイベントアイテム来てるよ1位にさせてください、えー、前まで1位あのさっきまで1位だったんだよ昨日まではなんか よくわかんない女の子が上がってきてね。抜かれたけど。抜かれちゃったんですよ。ゆるちゃんってこと。で俺も12位だからね。抜かれて。お願いしますよ。あ、ありがとうございます。10個ドンチキー !15 歳の愛花ちゃんよろしくね。きーちゃんありがとうね。 あいカちゃん可愛いよね、めちゃくちゃ。<laughs> 現場にいた承認者が3人もいるのに、キャリー豚は承認嘘ついてるって言い訳してる <laughs> まあ、とりあえず、あの、灰皿を蹴ってキャリーちゃんがへこましたんだよ。だ香川さんがどう出るかだよね。<laughs> 一応、キブス損だファンタスティック <laughs> うわ来た君がキーちゃんいつもイベントありがとうございます。君がええ君がええ 今日のアラブ石油ダイツ、えー、ファンタスティック、ウルトラ、ハイパーミラクル、ドンチキキキキュン、キキキュン、キンキュキハイパーミラクル、ウルトラ、ドンチキ、ありマジであリアんす。ドンチキ、ドンチキキッチャ、ありがとう、10個投げからのファンター。えーえ、200個だね、これ。200個投げだよ、これ。灰皿持っていたよ、ちゃんみきが。 灰皿っていうか、じゃあねあの、あんつぶ亭の目の前に、タバコが置かれてんの、灰皿みたいな、でかい、その、筒みたいなね。わかるあの、外で吸えるようなタバコの筒があるのよ。それがへっこんでたっていう。そう。で、それがキャリーちゃん蹴ったみたいなことを矢沢さんが言ってるいあの、あんつぶ亭はなんかタバコ吸えないからさ、外で吸わなきゃいけないんで でそのタバコが蹴られてるっていう状態お前キャリーの見方するんだな今この会話しててキャリーの見方どこにあったこれ別にキャリーちゃんが灰皿蹴ったっていうのはちゃんみきが灰皿を弁償したってそうなの俺はなんかやざ沢さんの話聞くとキャリーが蹴ったって言ってたけどね うん。そういうの聞いた、俺は。こんばんはい、どうも、いらっしゃい。倍出せよ、豚野郎おかしいだろ、これ俺、ちょっとびっくりした。俺、田崎かなと思って見たんだよ。そしたら、キーさんだった。ねえキーさん、ありがとうございますっ。アンタス 君が君が君が、えー、今日のアラブ赤曜、えダイハツ今夜が君がトップワン。君がいながらやっていけない、キュキキンキンキン、キキンキ,ン,キン、ハイパーミラクル、ウルトラドンチキ、なぜ場合が出ない運、うん、よ頼むぜ、マジで。10個投げ投げてもらってあんだけね。で、場合がまだ1個も出てないんだよ。どうなってんのこの運営さん。出せよファンタスティック投げてるんだから、20倍出せよ、普通に。 夜は水増ししないのいや、水増しなんてしないっていうか、あの、水増ししてません。事情聴取にバー行かなくちゃいや、もう俺ね、今日ね、外放送4時間やったんだよ。で、まあ、家追い出されてさ、リスナー層も変わってたよ。あの、結構長時間結構最近やってるけどね。うん、あの、ほぼほぼ昔いたリスナーさんいなくなっちゃったね。 やったけど悲しいねまたあの戻ってくるの信じてるよ川上のツイッターに灰皿の証拠があるのにもともとへこんでたちゃんみきがまあだからやっぱ自分のその火があることはさ俺はどっちが悪いかは言わないけど仮に自分に火があることはそれはもう全力で包み隠すでしょだから 本能といいううかかなんていうか今ね俺ねアパホテル大阪です大阪にいてあの南蛮近くですね南蛮近く最終日だからホテルパルパルそうだねやっぱあのー、最近炎上ニュース終わった後に外放送してまあなんかリアトツ町とかコラボしてダラダラやってたわけじゃん こうやってリスナーさんと向き合って喋る時間帯っていうのはなかったと思うんだよ。ねあの、家にいた時はそういう感じが多かったけど、最近アクティブに動いてたからね。だからリスナーさんとこう喋れる機会がこう今あるから喋りたいよね。えー、養分に家はだから今使えないって。養分もイベント最終日だから。そう。で、養分帰ってきてるからね。あれ養分行ってくれたんだよ。 いや、いいよ、俺においでよ、やっていいよって。でも、養分もイベントやってるし、ナイスもやってるから、互いに気使うと思うし、養分値で養分が居心地が悪いと思ったら俺は嫌だと思ったのよ。あの、わかる自分の家なのに居心地の悪さっていうのを作りたくないの。だから、俺養分とのその家との距離感は、あの、正直言うと、えー、まあ、たまに、 たまにというか、ちょっと一回、二回、三回休み入れてね。で、四回目ぐらいに行くっていう体の方がいいかなと思ってるよ。ずっと家にいるっていうのは多分ね、余分は、初めは今思ってないけど、だんだんね、あの、こうこ、う俺の嫌なとこあるじゃん。そういうのを見え隠れして、あ,あ、嫌だなこいつはって思う部分もあると思うから、そういう関係になったら終わりだなと思ってるから、俺はもう、 家自体は養分地はずっと泊まろうとは思ってないファンタスティックきた嘘でしょ <coughs> 俺喋ってるとき目つぶっちゃうんだよこれ必死にしゃべるからうわ来たごだけありがとう人狼札の方そして酸っぱい方ありがとうございます 君が君が、えー、今日のアラブ赤王ダイハ今夜、君がタップワン見落としてすいませんネタのドンチキーキキキュン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 キン酸っぱい酸っぱい酸っぱいパイあれすトンチキあのね、目悪いんだよ、めちゃくちゃ。だからね、見落としちゃあのー、コメントを見てるように見えるでしょこれね、俺コメント見えてないからね。論破ってて、か携帯の画面が2つになってんだよ。 分身のように。だから文字がね、ブレてるんだよ。で、さらに、ね、喋ってる儀意識がこう頭の中で考えて喋ってるんだよ。文字を並べてね。だから見えないんだよ、これ今。うるさいんだけど静かにして。じゃあお前来いよこへ、ドアの前まで。な、文句あるなら言えよ。 今、アイテム見たよ。酸っぱい方って。で、あと、ここ投げしてくれたね、人狼札の方、ありがとうございます。なら、一人で借りた方が楽かも。いや、ぶっちゃけ理想は、女の子の家でね、付き合って住みたい。あのね、どうせそうだと思うんだけど、男女の異性とかね、そういうのは、あの違うと思うんだよね。 俺に言いたいことわかる男女間の話は。男同士の友達はそういうのがあると思うけど、男女間は俺は何回か男女の男女で一緒に住んできたけどね。はるさんありがとうパルさん。ええー。ロンパ破ってる時の画像出さないでこれ。そう、たまにこういう目になるんで俺。ロンパってるからねみんな。ちょっとごめんね。 スクショして OK 完了目がバグるんでこういう時にカメレオンモードだからねこうブレちゃうんでみんなごめんなさいねブレブレなんでもう家目的とか思われてるから難しいよ めっちゃ論破ってんだよこれ,これ分かるでしょ、こロ論パリ具合が。左目かな左目は内なんだよ。右目は右あの外側に行ってるでしょ。めっちゃやばいでしょ、これ。これ一番論パってると思ってるから、目が。うん。だからもうやばいんだよ。そう、だそういうのがたまに今なってるんだよね。 あの、太ったね、あの画像を見ると。うんこの時の画像はさまるように見えるじゃん。うんこの2倍ぐらい肉ついてるわ、俺。マジで太ったと思うわ。やばい、激太りだわ。えー、すごい太ってるわ。そんなところも大好きありがとう誰だろう、1個。ありやす。 えめちゃくちゃ可愛い子からもらったけど。え、ちょっと待ってくださいよ。ほんとこれ。今、フォローしたけど。だ、だ、誰だ,れだこれは。ジ10個ありがとう !10×5 あります。投げ忘れてごめん。え、誰あの子かな 違うかなこれ。ありがとうございます。10個投げもありがとうね匿名さん。友達で豆苗がきつくて最初パルみたいな表情か失明になったから気をつけて。そうなんだから、失明も怖いよね。なんか朝起きるとたまにさ、見えない時あるんだよ。これマジな話ね。パって目覚めるじゃん。で、視界がなんかね、暗いんだよ。 で、だんだん明るくなるんだけど、そういう表情が出る、たまに。病院、あー、とし俺、やばいからな。論破ってるだけだと思うけどね。いや、でも、これ、1、2回ね。うん。あの、この8年間やってきて、3年の間で2回ぐらいあった。そういう,そう,いうのは。2年ぐらい。で、俺はね、 あれ一応、糖尿病検査やったときあるんだよ。えー、6年前に。糖尿病予備軍とて言われてた。で、今、これ状態だから糖尿病だと思う。パルちゃんえアホな社長にフォロー外されましたありがとうございます。病院行きました。ありがとう外されちゃったのバツさん。え またつけてもらえるよ !10 回ありがとう元気にいてほしいわよありがとう嬉しい。え、デートしてよえー、ダメなのそうそう、ゼロンフォロー外したあのね、社長は、まあ、ぶっちゃけ言うとね、病んでます。えー、あの、最近ちょっと社長、余裕がないでしょ。多分、やっぱ、 プレッシャーがあるんじゃないかな従業員としての俺から言わせてもらうと。うん。プレッシャーなんだと思うよ。会社を一つね、立ち上げるっていうのは。すいません。だからうちの社長がちょっとあのプレッシャーでね、あの、イライラモード入っててね、その、フォロワー整理されていたりとかしてて外された方々はすいません。ええー。あの、外された方はね、僕、フォローしてほしいです。逆に。 いつでも連絡待ってますえこれってあの子なんかなツイッターのー。合ってるお俺からいいねもらった女じゃなくて振られてからはたぼうっておしなつけたら怒られましたどうしたんだろうねの別に閲覧数もそんなさあのー。 2000から1000ぐらいはあるから別にねか、そこら辺ではないと思うし、稼ぎだって前の月すごい稼いでたし、なん何があったんだろうね。寂しいんかな。うん。さっき謝罪してたよ、01。見たらあたしも外されたまあ、たまにあるあるだからね、外すの。いやむと外すからね。 またフォローしてくれて、目ぇ偉すぎて <laughs>。すいません、うちの社長ね、ちょっとあの、地雷系なんですよ。ねえ。あの、まあ、ほんとめんどくさくてね、あの、優柔不断だし、あの、外して、自分が悪いと思ったらまたつけていいねしちゃうタイプなんですよ。すいません、ちょっとあの、地雷系で。あのめんどくさくてすいません、うちの社長。 ええー。私、パルリス01から外された社長はね、今ね、プレッシャーですごいと思う。会社でね。うん、あるから。メタル社長アカウント消したの消してないよ。なんでいや、消してないし、メタル社長は。だって今日普通にコメントあって、4時、四時ぐらいに。それ違うんじゃないあ、もしかして、勘違いしてるあの、メタル社長のことじゃないからね。 うちの川西公平工,工業の社長よ。あ、そうか、俺社長社長言うから、メタル社長のこと。だから、メタル社長だと思ってる人いるんだね、これ。川西公平、川西公平工,工業だから。ええー。そうそう。あの、俺あの、01にね、あの、部下になれって言われてるんだよ。まあ、まだ部下ではないんだけど、まあ、一応社長みたいなもんじゃん。 本当に会社してるのかそもそもその会社の契約書まだ来てない俺。従業員ではないんだよ。うん。ワンみんな外してるよな。どうだあれなんかな押しながら減ったんかなじゃあ俺が押しとくえパルパラアットマークグラパルじゃん。ワン押しって。そしたら機嫌治るかねもう俺ね、もう社長にはさ、ね社長だからね。まあ、たまに 叱るときもあるけど、ねやっぱ、従業員と社長の力の差っていうのあるじゃん。ああ逆らえな、逆らえなくなっちゃうこれ、これだと。つけてみろよ。え、メタル社長のアカウント消えてないでしょ。だ今日、コメント打ってたよ。 え、消えてたマジでちょっと待って。いや、そんなわけないよ。もう、嘘ばっかだ、これ。引退するっていうことは言ってたけどね。うん。あれ ちょっ,と待ってね自分の方で見るわこれ見てると目が自分も論破りそうでしょ目があこれ自分で見れないのかこれいや大丈夫だよシンプルにあのアカウントは残ってると思うよ確認できないけど アカウントあるでしょうん。いるいる。全然。そもそもメタル社長は、配信を、あの今、今年中にはや,や,めやめようかなって言ってるからね。配信っていうか、その、ふわっち自体を。ただね、俺にここだけの話でメタル社長、どうこう、アカウントある、名前が消えてるだけあ、そうなんだ。ありがとう。田崎。名前が変わってるだけだよ。うん。 今ね、試行錯誤してるんだよ。メタル社長をどうね、こうふわっちにね、あの、釘刺すかと。えー、どこに行かせないかと。なんかツイキャスの方にシュートチェンジするらしいんだけどね。うメタル社長の足しがみつかないと俺さ、行かないでって。ういつまでもメタルだって生きてるわけじゃないんだからね。まあそうなんだけど。でも、 メタル社長って、あのー、もう昔から長い付き合いなだよ。もう、今年入れたら5年ぐらいの付き合いじゃんかまあ、ほんと長いからね。ええー。アホールありがとうございます。社長いなくても、そんなことないよ。今日だっていほら、メタル社長来てないけど投げてもらってるよ。ええー。まあ、でも、イベントでは、すごく、まあ、上位に入れるかどうかはわかんないっていう人間にはなるんじゃね。 うんうん、ね。でも生活する分では多分みんなね応援してくれると思うから。生活はできると思うけど。ただ、その稼ぎという部分に関しては、まあぶっちゃけパワーダウンするんじゃない予想だけど。どうなんだろう。5期のアイコン出てくるのに鳥肌が立つ俺さ、虫がついてると思って、ね。こう アカウントをね、あのー、削除しようと思ってさその虫のアイコンのねうわーって思って押したんだよそれ虫だった普通にあのかハエみたいな幼虫がついてたんだよそれ押したら幼虫だっただからね間違うから虫ちょっと書かないでほしいわ虫と、あのー、アイコンが一緒だからなんでメタルさん卒業するのいや理由はメタル社長に聞いてよそれは ネタル社長の思うことがあるんだから社長離れが激しいサイトはやばいいや別には激しくはないけどね俺のとこは他は激しいと思うよいなくなったりどっか行ったりとかするのはね激しいと思うキャリー豚は巨ブ豚ラップみたいだねそれね豚がついてるからパリに飽きたのかな 飽きてたら違うとこ泣けてんじゃないじゃあ、あの、言ってたら、言ってくれたらみたいな社長は、もうパルはあのツイキャスを応,応援すると言ってた。だから、ツイキャスはいるけれど、まあ、フワッチ自体は、まあ、シフトチェンジするって感じのことを言ってたよ。ええー、イベントなり、ヨーブ寝てるから電話しろよ。いや、ヨブ寝てないと思ったら掃除してんじゃないあの、出て行くときにちょっとまだ散らかしてたからね。 その分掃除してると思うよ。だって言ってたよ。あ、今日最終日かっつって。でもね、車めっちゃ運転したって言ってた。めちゃくちゃ車の運転したって。だから疲れてるから寝てる可能性もあるけど。11時ぐらいにあるんじゃないパラはキャスに誘導したいのかだから、ツイキャスも、俺も家ないからさ、俺の、じゃ、正直は、レオレオさんありがとううん、今日2万円ね、俺にくれようとしたじゃん。 ありがとうね、本当に。うん、に、に、なんか、2万円ぐらいの包みをね、俺に渡そうとしてきたんだよ。1万円か2万円ぐらいの。ありがとうね。嬉しいよ、そんな。そんな、もう1万2万円とかさ、俺に渡そうとして。いいのに、そんなの。って断ったんだよ。そしたら、まあ、断りすぎてね、ほんと欲しかったんだけど、引っ込めやがってよ、レオレオさん。 欲しかったんだけどね。うん。実は。ま,まだあっちが押してくれたら、あ、じゃあもう、そ、そ、そ,そんなのはもう仕方ないですねってもらってたけど。えぇ、ー、引っ込めちゃったからよ、よ俺さん、あの俺が、あの、な、な、結構ね、瀬戸際で、いやいや、どうぞどうぞって言ってくれたのよ。ね、いやいや、いいっす、いいっすよ、本当大丈夫ですからっていう、こういうや,やり取りをね、ちょっと、15秒、20秒ぐらいやったわけよ。 で、で、俺がもう本当はいい、大丈夫、大丈夫ですって言ったのよ。本当にいいですって。そしたら、まあ、あじゃあ分かったって感じで引っ込めちゃったんだよね。うん。だから俺失敗したなと思った。もうちょっと、早い段階ちょっとしつこかったなと。いいです、いいですじゃなくて、え、いいんですかってもう言っとけばよかったと。ちょっとあの、引き際が、ね、あのー、見余ったわ。 えー、お、俺の、こう、いや、大丈夫大丈夫ですっていうのは、建前なんだよ。ええー。あ、いいんですかって、もらうやつだからね、これ。林さんは、あのね、くれるじゃん。あ、すみさんありがとういや、すみさんいいですって、そんなアイテムなんて。ええー。いいです、いいです、ちょっと。ええー。そんな、大丈夫ですか、すみさん。ああ、いい、いいです、いいです、ちょっと、ファンタスティックなんて。 あ、酸っぱいさん、ありがとう。これ、ほんといいですよ。そんなの。え、でもいいんですありがとうございます。ウルトラドンチキ。君が君が今日のアラブ咳を大発。スメッシさん、来た、これ。ファンタスティック5枚来た、これ。ドンチキ。あのね、スメッシさんとはね、推しがねあの、枠を見てる人がいるんで、特定の。それかぶっててね。 で、それつながりなんだけど、ほんとありがとうございます。すめしさん、大阪の方ですかえー、今から家行きますよで、あのー、お酒飲ましてね。いや、バルちゃんじゃあイベントも一位させてやるよとねいうことを言い出したら、俺いいです、いいですよって言うんですけど。その後に、やっぱいいですって言って甘えてもいいですかそのやりとりをしたい、俺は。すめしさんと。えー、お、大阪じゃないのかな、これ。 君が君がええ今日のアラブ赤王大発今夜君がトップワン君がいなきゃやっていけないキキキンキュ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 ンウルトラハイパードンチキありがとうスミスさんグイ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 来てますすいませんスミスさんね誕生日迎えたんだ今月だからハッピーバースデートゥー,ー,ー,ートユ to you ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデー酢飯さんハッピーバースデー酢飯ありがとうございます。で、あの、酸っぱいさん。えー、これ酸っぱいさんがね、毎回イベントに来て投げてくれるんだよ。 酸っぱいさんも会いたいです。ええー。誕生日ちょっといつかわかんないけど。でも、一応酸っぱいさんも。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday, 酸っぱいさん。Happy birthday, W だからすがつく人が最近多いんだよ。ありアスい,いや、こちらこそ、ええー、なんで誕生日歌ったか知ってます、鈴スさん。これね、僕の実中にハマっててね、こうやって誕生日祝うわけじゃない、歌で。そしたら鈴スさん、どうするか、あこれ、投げなきゃいけないなって思ったでしょ。 で投げた。ええー、俺の勝ちです。すいません。これゲームをしてました。あれや、スミスさん、どっちきファンタスティックだ君が君が今日のアラブセキだやダイツ。今夜、君がトップワンえー、スミスさん、俺に負けるどっちき来たこれあれや、作戦もう全部いっちゃうから。よ分ぶまだか。よ分ぶね、俺にそう、11時ぐらいにあるんじゃない ?10 時か11時だと思うよ。多分十11時。 素直だね、作戦。ええー、ええー。マッコッチさん、ありがとう。あの、この方ね。リアドツきで出した人。マッコッチさん。あのー、まあ、ぶっちゃけね、売名っていうのは俺ありだと思うよ。全然。で、マッコッチさんにあんまね、説教はしたくないんだけど。でも、売名の仕方っていうのがあってさ、やっぱ、嫌われちゃダメなんだよ。うん。嫌われてるリスナーもついてこないからね。マッコッチさん。 で、キャリーちゃんの訳でちょっと嫌われてたけど。あれは、もうちょっと、あ田舎の息子さん昨日は、いやー、こっちよこそありがとう。ごめんね、息子さん。あのー、邪魔しちゃって、これ田舎の息子さんっていうのは、あの、息子でいいのかなそれとも、親父の方かなどっちなんだろう、これ。2種類いるからね。ファンタ、来た嘘でしょええー さありがとうございます。今ね、酢飯さんのこのファンタスティック流れてくれ、投げてくれたメカニズム言ったじゃん。で、これどうなるのか。必然的にこの酸っぱいさんを、あっ、これのり俺も投げなきゃいけないのかなって。うん、思わせるこの作戦。えー、俺の勝ちです。ありがとうございます。君が、えー、君が、えー、今日のアラブ関与大発。 今夜君がトップワン。君がいなきゃやっていけない。キキキンキンキンキキンキン。ハイパーミラクウルタラドンチキ。俺、家なし、家なし。ありがとうございます。ーえー、二人からもらったよ。ありがとうございます。放送してよかったね。それはもちろん。一個になってたえー、ありがとう息子さん。こ息子さんが投げてんのかなあ、息子さん。うちの火薬がすいません、ちょっと。えー、あのね、 息子さん多分知らないと思うんですけど、僕ね、あの、カツラ取りに行ったんすよ。家に。残してちゃ、残してたから。で、カヤさんと俺と林さんでね、家に行ったんすよ。そしたら、あの、三男坊かな、でかい兄ちゃんいるじゃないですか。その人会ったんすよ。あの人、めっちゃ怖いっすね。俺ね、車で、タクシーで来て、 でさん家入れ入れって言って入ってでカツラ取って帰ろうと思ったらあの兄さんが立ち上がってね「おーおお!」っつってなんかい急いでねなんか前歩いてきたわけですよで,でかと思ってで「よろしくお願いします」みたいなちょっと無スされちゃって通り過ぎてね火薬さん詰めてました「おあんま舐めてんじゃねえぞこの野郎」っつってお,お兄さんめちゃめちゃ怖いなと思ってねあれめっちゃ喧嘩強いと思うよ さんもこ,こうやってだよいやそんなことつもりないですよええ昨日やくさんがもらったお金に関しては多分3万ぐらいじゃないうん3万ぐらいだと思うそうでやくさんとプライベートでねタクシー乗,る乗ってその配信外で喋ったんだよやくさんってなんか配信会俺喋らんからねって言ってるんだよね でも、珍しく、確かに喋らないん、ね、で、配信外は。俺は何回か配信があるけど。でも、その時はなんか知らんけど、めっちゃ,しゃ喋ってたのね。横で聞いてたけど。そしたら、なんか警察の話してくれたよ。うん。めちゃめちゃ、あの、愚痴言ってた。愚痴を。で、話の内容を聞いたんだけど、あんま言えないんだけどね。言うなって言われてるから。言えないけど、もう、二人に対しての不満が止まらなかったね。 おかしいだろうって、もう配信者のノリで言ってた。配信会で。だから俺思ったのが、火薬さんって、あ、素で、本物、あの、火薬さんって、あの、素でね、あの、配信で演技でちょっと盛り上げるためにやってんのかなと思ってたけど、違うわ、これ本物だわ、と思った。あの、プライベートも配信上も一緒だなと。か変わらない人だなと思って うん。もう止まんなかった。配信外で、配信外。ガチの、あのー、まあ、怒ってたね。でも、楽しかったけどね、火薬さんでいて。そう、めめちゃ止まんなかった。俺、タクシー乗って20分ぐらいの道のりだったと思うんだけど、20分間ずっとその話を聞かされてて、俺は。もう俺、振ったんだけどね。あのー、今、配信外だから警察の件聞いてもいいって。そしたらもう、そっから止まんないよ。 で俺、相ずし言ってただけ。ああ、ああえー、そんなんだ。あ、うんうんうん。ああ、確かにふざけてるね、とか。そういう会話をやってたよ。かゆくさん。そう、もう相ずで、そうなんすって。パルは親友、え親友ってた俺はかゆくさん好きでよく見てるし、かゆくさんのことを俺は本気でね、友達だと思ってるよ。シンプルに。 ただね、あの、癖がある友達だなと思ってる。お前もふざけてるいや、俺はふざけてるっていうか、配信外、人に合わせて生きている人間だから。俺、自動汚施設ってさ、人の顔を見て伺ってき生,き生きていかなきゃいけないんだよ。だから、基本ね、配信外は、あの、配信上のことせずに、相手で言って、共感して、で、なんか、 そうですねってこびてるそういう人間俺はもしかすると配信上の俺がほん当の俺かもしれない大丈夫だねあれどんどん来たらもうちょっとやばいなと思ったから外出なきゃいけないなと思ったけどどんどんじゃないから大丈夫ですセ,セーフです えー、いやさっき、あのー、近くでドアがドーンってね閉まる音が聞こえたからあっと思ってキャプって言えようんいじられキャラなのにいじられると怒るだからムカつくんじゃいじられるのがそうやっぱり やっぱは暴音だと思うよ。俺何回もアパでこうやって放送やってるけど、別に怒られたことないもん。暴音じゃないの。なんでこんなに人いるのよかんない今日おかしいよね。イベント最終日だよ、今日。もう俺正直300、400、か、覚悟してたから。昼もやったし。ファンがちょっとずつついてきてんのかな、俺。なあ おかしいよね水増ちちゃうか俺家の時300400だから室内とか外放送だから1000ぐらいいくけど今日は多いよなんか人が4歳やってないからだよいや俺ね01とかぶってると思ってるからうんだから01がやるとえつ減ると思ってたけど0ンもやってるけどそんな減ってないからさ まあでも、どこも盛り上がってないよね。なんかイベントでなんかやってるって感じだよな。正直。閲覧で言うと。イベント最初いろんなやつが配信やるから嫌なんだよ。あ、養分リスナーいるか、そうか。養分やったら減るかな。ゼラは眉を聞きすぎてフォロー全消したからな。その聞くの眉ちゃんの彼氏ぐらい。 別にさ、俺ね、そんな気にしなくて、ゼロは気にしてないと思うよ。社長は。あのさ、まゆちゃんが彼氏できたけど、あれ顔出ししたの。ごくんありがとう、パル、嬉しい。ああ、エムちゃん、ありがとうね。ヨーからありがとう。声だけ配信者じゃなかった 声だけって言ってるけど、配信者っぽくないうん。中井だったあれ、麦茶入れているマユちゃんを見て一目惚れしたって、惚れたって言ってるらしいけど、ほんとなんかね、うん麦茶入れていて一目惚れするかね、普通に。 スポーツマン21個ありがとうございます、これ。田崎。いいのパチンコ勝ったのこれ。ありがとうね。でも21個ってことは、中途半端な数を投げたね、今ね。ってことは、まだ残ってるんだよ、これ、アイテムが。えアイテムがまだ残ってるんだよ。ありがとうございます。田崎、いいのええー。まあ、置いといて、置いといて。えー、寝かして、寝かして投げて。 あボール参加ありがとうございます。すいません。うん、アパイ来たよ、おいでよ。アパイ行くちょっと待って。ワンチャンね、あの、外出なきゃいけないかもしんない。大丈夫かな。外出るかもうでも、俺、室内であの自分の今後の先のことを話したいんだよ。 うん、あの、リスナーさんとね。俺もうどうしようかなと思って今後。俺マジ家がなくてさ、家借りろって言う人いるけど、その家を借りた時点で俺はね、あの、お金がね、吹っ飛ぶんだよ。うん。だから、なかなかその踏,踏み切ることができないの。ね。俺は熊に30万円のお金も返さなきゃいけないしね。家賃代と修繕費のお金。 そういうのもあって、だからもう、家を借りたとしてね、もう吹っ飛ぶから、その金がもったいないなと思って。ぶっちゃけ。レオレオさん、きっと嘘でしょレオレオさん、ファンタ嘘でしょありがとうございます、これ。マジですいません、もうなんか、目つぶって喋ってたよ、これ。うわレオ、レオレオさん、ようやく来た、これ、時間差攻撃。今日ね、リアドツ来てくれた人なんだよ。 息子とレオレオさんで、ああ、来てね、パルパルーつって言ってくれたの。その時2万円くれようとしたんだよ。その話を今したじゃん、俺。で、くれると思ってた、みたいな。もう欲しかった、みたいなこと言ってたじゃん。えー、で、レオレオさんも、あ、あの時は、あげればよかったね。じゃあ何のお返しあ、ファンタだな、と思って今投げたでしょ。これ作戦勝ちです。ええー、あれは、ファンタスティック 君が君が、えー、今日のアラブ席を大つ今夜は君がトップワン。君がいなきゃやってけない。キキキュン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 。えー、はりやす、ドンチキ目開けろ。でね、大阪の方がマンスリーとデイリーマンションとか安いんだよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ安い。だから、大阪で家借りようかなっていうのも考えてる。 ただ借りるとしても1ヶ月じゃ嫌なんだよ。もう4ヶ月とか5ヶ月の半年間借りたいなと思ってるよ。借りるならね。ちょっと家、大阪に住むのか分かんない。ぶっちゃけね、まだ俺はね、戦える豚だと思ってるんだよ。だから、彼女を作ってね、同棲したいっていう思いはまだ残ってるんだよ。はっきり言うけど。ねうん。思ってるわけ。だから今ね家借りてね、 やることは今ね、あの、踏み切ることができない。しかも家を借りるとして、お金が吹っ飛ぶから、ぶっちゃけね。だからね、どうしようかって今悩んでるよ。林さんの家住めないよ、お前。もうは、変な配信者来るのがや、や、やだからね。うん。大阪なに でも来てるんだよな連絡がないなんかいいのかなこれ女の子が連絡来てるんだよ実はどうなんだろううーんあの名前言えないけど「会いたい」って来て よ、いや本当来てるよこれ映せないけど。うん、エンタメやでそうよっさま来週大阪来るからまだ大阪行っかなあのぶっちゃけあの、イベント終わった後にさちょっと九州の方行こうかなと思ってるんだよ。特に予定ないんだけどね。で今思ったのがあの、まあ、旅みたいな感じでやってんじゃん俺。 でもその旅みたいな放送してるけど、なんか別に炎上ニュースできてるからさ、だからやれんのかなと思ってるよ。あ、まあさ、ありがとう花火、ドンチキーええー、九州にね。だから、養分旅終わったけど、まあ、九州っていうか、石川県行きたいね、養分とは。養分石川県行きたいって言ってたから。おん。 養分と旅行もいいよね、めちゃくちゃ。石いね。キャリーちゃんがダメならもう無理だよ。キャリーちゃんは別に家泊まっていいって言ってるんだよ。うん。付き合いたいっていう感じの、なんか流れも出てる。付き合いたいみたいな。な付き合いたいって言われてないけど。全然。だ今悩んでるよ。 お前、お前そのうち捕まるぞ。いや、俺はそのうち、捕まるかどうかわかんないっす、そんなの。うん。捕まんないでしょ。捕まるの、俺。いや、キャリーちゃんは、その、全然可愛いと思うし、いい子だと思うんだけど、いやー、キャリーちゃんは、 難しいんだよねおまだどういう人間か分かってないから面食いじゃないよでもキャリーちゃんってなんかあの悪いけど特殊な仕事してるからそれやめてくれるかもちょっと分かんないし風俗だからねだから風俗やめてくれるのはいいけどやめないでしょ絶対にあの過去に風俗やってたのは別にいいんだよ それを裏にこそこそ風俗やってるっていうのが嫌なんだよ。さっきね、そう。キャリーちゃんの名前、下の名前、さっきって言うんだから。お前が食わしてやれんのかってそれもできないしね。だから難しいよ、これ。俺は食わしてやることができなくて、ね。キャリーちゃんの風俗も止めることができない。うまくいかないと思うよ、もう。 ぶっちゃけ付き合ったらキャバクラで働いてほしくないもん。いや、まあでも家賃ぐらいは出してもいいけどさ、ね。キャリーちゃんちの家賃ぐらいはね。ただキャリーちゃんが欲しいものを買いたいとか言っても、そういうの買ってあげれないわ。あの野田、嘘言ったのか何生きてる人間を。 読めないわ。流れちゃって。パル稼いで、それはもう昔の話でね。俺もうほんとショック。ギャンブルやらなきゃよかったよ。貯金してればさ、俺もうほんとに余裕がある人間だったんだけど。うーん。なんでギャンブルしちゃうんだろうね。もうあかんわ。俺ね、ギャンブルこうやって狂ったのって、これあんま言いたくはないけど、あのー、 あんま言いたくはないんだけどね。ギャンブルとして狂っちゃったのは、あの旅してるときにリスナーさんが、なんかあの一緒にギャンブルやろうって言われて、ゴッド打ったんだよ。ねで、その人がね、なんかお金バンバン出してくれてたのね。だから6万ぐらい俺に出してくれたんだよ。すあの当たらなかったですって,ってあ、じゃあやるなーっつって1万入れてくれたんだよ。で、そっから6万ぶち込んで、で、 SGG みたいな引いたのよ。そこで爆発してさ、7000枚ぐらい出たのね。7000枚ぐらい。で、そのままくれたからね、その投資分も。うん、これがギャンブルやって。だその人のせいなんだよ。それで俺はね、覚醒してね、ギャンブルこんな簡単なんやと思ってやり始めたのよ。 10日じゃないからね。大阪だったと思う、確か。まあ、12万ぐらい。ええー。で、そっから12万持ってね、やってたんだよ。いや、負ける時もあるけどね、勝つ時もあってさ。だからもう本当、最高に脳汁が出たのは、奈良県でね、リスナーさんの家にパラサイトしてる時俺、リスナーさんのでね、あの、半年間パラサイトしてたのよ。 パラサイトっていう映画があるんだけど、他人に寄生することパラサイトって言うんだけどね。ずっと寄生したの。お父さん、お母さん、子供たち。で、俺がなぜかいる。お母さんがファンでね。お母さんが主導権握ってる家だったのよ。で、なんか子供たちが一人ね、あの、出てるわけね。で、部屋が余った。それを貸してくれてて、俺半年間住んでたの。で、お母さんがいつもね、 いつもじゃないけど、たまに、あの、小遣い1万円くれてね。それで、ギャンブルしてきなって言って、言ってたりとかしてた。で、それしてて、奈良県の駅前のキッコーナーっていうね、あの、やつがあるのよ。そこで俺はね、ゴッと満枚と、ね、で次の日に肛門茶まで満枚出したんだよ。二日連続満枚出したの、俺。 あれ以来もう俺はもう頭おかしくなってる、もうその前からギャンブルおかしかったけど、もうそっからもうギャンブルの癖がもう直らないね。ええー。二日連続万枚。コウモ門ちゃんは一撃じゃないよ。九千五百枚ぐらい出したんだよ。その後に当たりが出て、あの裏,裏,裏モードでね、家康出して三百ゲーム乗って、それで、 やったったて感じ万はで最後の中にね40万30万35万ぐらい入ってたんでまは20万20万ぐらい入ってた20万20万10日じゃないあちゃうわ奈良県の知ってる K パワーズとかキックコーナーはあのなんか10日なんだよそうだ俺奈良県10日だったんだよだからそのまま40万もらった記憶があるな ギャンブル当たっても結局最後はマイナスになる。そうなんだよ。だからギャンブルやらないほうがいいよ。で、みんなあの、そう、4分とオールナイト行ってきていい俺オールナイト一回も行ったことないんだよ。12月の31日。30日と31日。やってきていいオールナイト。10万円だけ。10万持ってやってきていい並んで。配信やるからもちろん。 ツイキャスで。いい用分にね、おいでよって言われてくれてるんだよ。ええ。でもね、正直言うとさ、なんかスロットってやってる意味ないんだよね、6.5号機は。夢がないじゃん、どんだけあ当たっても。演出もなんか同じだし。だパチンコになっちゃうね、打つとしたら。 パチンコ。見たいだ見たいけど心配だよ。いや、俺やばい、俺熱くな、あのね、ふっさーななちゃんがさ、なんか、エヴァンゲリオン、三重県の時エヴァンゲリオン2000ゲームハマってなかった。うん。あれ見てビビったよね。2000ゲームハマってたよ。あれはやばいってマジで。き去年か。 2,800か。いくら2,800って。10万ぐらいぶち込んだんじゃないのもっといってるかいくら2,800回転って。あ、あれやばいでしょ、マジで。20万ね三319分日1ってね、確率も下がってるね、このご時世。なのに2,800はまるって、マジパチンコおかしいよ。 いや、ないって、それは。オールナイト貯金しなよ。うん。善一くん、競馬勝ったのいくら勝ちなのよっさんと佳くさん、どれくらい勝ったの俺、やってないからさ。いくら勝ったの ?12 万勝ったのマジで だから爆発したよね、めちゃくちゃ。爆発。よっさん34万。何が来たの馬。一番人気しかた、あの、貼らないからね、全スくん。てか一番人気が来たんかな。あの子ね、一番と二番しか貼らないから。一番人気貼ったんじゃない ?11 番人気貼ったの全ンくん。 マジ火薬さん9万買った。よかったね、じゃあ。一年に一度の大勝負、オールナイトいっぱいたの今、でも、去年が良かったね、5号機がある時六6.5号機じゃな。3000円が12万になった、全員さん。リスナーの予想で11番人気三3000円貼ったんだ。ビビらずに1万貼ってたってことは、だってこれやばいでしょ、倍率。100? え 何倍当てたのこれ。50倍、60倍のやつ当てたってことでしょ ?40 倍か。そして40万だよ、1万円。10月なら、えー、スマスロが出るよ。それはさ、でも、結局、別に有利区間がなくなるだけでしょ。で、メダルが自動で出るってやつでしょ確か。それは知ってるけど。スマスロは出るの 6.5号機でしょ結局有力感がないお気どきでもリスナーさんの時つまんないでしょお気どきなんてあ光ったーっつってジャグラーみたいなもんじゃん見せるんだったらなんかさ熱いなんか演出が見れるような番長とかそういうの打ちたいよね 妻はギャンブル性が上がったって聞くけど、なんか4号機みたいな感じになったらしいね、なんか。バルブレード満枚達成率 25%? 撃ちたいね、それは。パチンコでも結構爆発力あったからね。それ撃ちたいわ、マジマルコさん120万買ったんだよね。全一は配信の見てて。120万買ったの。 ええー。じゃあ2万かけたってことマルコさんは。予想になって、員一くんのやつ。2万か、二万5千ぐらいかけて。すごいね、じゃあ。え、11万人気に10万貼ったの。だ競馬いかにどう貼るかだよな、マジで。俺も乗っときやがった、全員一くんに、じゃあ。 な、なんであの、競馬、この時に、かヤくさんの家でやらなかったんだろう。ワンチャン全員スクールに乗ってたよ、俺。ねえ。行けばよかった、かヤくさんの家に。そうしたら晴れてたのに。お前、ギャンブルやめるってリスナーと約束したよね。ちょいちょいやってるよね、なんか。すいませんリスナーさん すいません、ちょっと。あの、ちょいちょいやってます。ギャンブル。でも、配信上なんでね。パチンコは行ってないんで、配信外の。えー、あの、1万円で収めてます。いい、すいません、ちょっと。パルコはギャンブル禁止でしょうん あの、やっぱ他がやってて俺やらないってなったらちょっと失礼じゃん。だからちょっとや、やっちゃったりとかしてた、してるけどね。いや、女の子に追い,追い出されたっていうか、まあ、そうだね。まあ、い,いないです、俺は。配信ならいいよ、本当ええー。じゃ、配信上だったらパチンコも OK ってことね。その配信の企画のネタだったらいいでしょ。 今、ナンバのマルハンで見たぞ。言ってるわけないだろ、ばっか何言ってんだよ。やってるわけないでしょでも、昔ね、あの、マジね、怖かったのが、新宿のね、西の方のマルハンで、スロット打ってたのよ、ゴッド。そしたら、後ろから写真撮られて、あの、雑談タヌキに貼られたよ、昔ね。7年前の。6年前の。 豚がスロットで飼ってるみたいな写真撮られてさ。ああいうのがあるからさ、今パチンコ打ちに行きたいっていう気持ちもあるけど、こっそりね。でもバレるなと思ってんの。この前はさ、あの、2年前ぐらい、スロットのなんか地方のパチンコ屋で打ってたら、動画撮られて Twitter に貼られたりとかしてたし。もう打てないよ。全員が敵に見えてん。 こっそり行きたいんだよ、俺だって。でも写真撮られてそれ貼られたらさ、お前嘘つきじゃんってなるじゃん。だから行けないよ、今。だからほんと言ってるいパチンコは。もう配信ばっかやってる。俺。リスナーさんと楽しく配信やってる。こっちの方がね、でもね、お金貯まるわ。あー、ギャンブルやってた時より、こうやって配信やってる方がただのね、あの、イベントアイテムもらったりとかしてお金が貯まっていくじゃん。だからこっちの方がまだ、 であのー、生活的な部分で言うと楽なんよ。明日、寝台いきなりはストレス溜まるから。いや、行かないよ。写真撮るでしょいや、怖いよ。だって、俺、普通にさ、あの、女の子と歩いてる時も写真撮られたからね。配信もつけられたりとかして。だど、どいつが、あの、いいやつかわかんないわ。リアル。 全敵だよ、お前。俺、女の子と一緒にさ、ね、あの、タクシーに乗るとこあったのよ。それを動画で撮ったやついたの。半年近切った、これギャンブルは金額気をつけて遊びましょう。その通りです。酸っぱいさん。ええー、もちろんですよ僕は変わったんです。マジで。もう、ギャンブル狂いのパルじゃないです。ええー。 配信ぐるみのパリになります。君が、え君が、え今日のアラブ、席をダイツ。今夜、君が、ウルトラドンチキハイパーミラクル、ウルトラドンチキキキキュン、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 キュンありがとうございますドンチキあと1時間半だね。1位にさせてくださいお願いしますキュン、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 キュンドンチキあます お前の話嘘ばかり嘘ついてないからねえ勲章周りやめてよちょっと待ってね。うわぁ、もう無理だね、これ。あと600万ポイント。こ4種目のランキング1位のやつは、賞金もらえるんだよ。 ね、でももう600万ポイント差だわ。全体が頑張ってないからさ、もう勝てないね。東京は歌舞伎町あるから住んだらダメあのね、マジで新宿住まない方がいいよ。人生終わるから。うん、なんかね、客引きとかいっぱいあるんだよ。だ怖いよ、マジで。 お,もうお金を使わせを使わそうと思ってね、キャッチがさ、すごい声かけてくるんだよ。それついてたらダメだよ。いい、あの、ギャンブルありますとか、違法賭博とかね、誘われるんだよ。いわゆる闇スロですとか。こうマジで言われるんだよ。行ったことないけどね。で、それ言ってね、捕まることだってあるんだよ絶対行かないほうがいいよ。で、さらに、 あの風俗ありますとか言うんだよ。ね。俺、客引きで一回風俗あるって言われてね。あの、7年前とかの話なんだけど。行くわけじゃん。で、あの、まず携帯のなんか iPad みたいなやつ見せられて、これで選んでくださいって言われるのね。で、選ぶじゃん。で、これ本当にもう激レアの可愛いいグラビアみたいな。 そ卵みたいな子だけ集めているあの風俗ですみたいなこと言われてたのよ。10回はトンチキーでえ、全員グラビアの卵なんだと思って。で、高いけど5万円ですと。ただ NN ですって言われて。NN ってなんだろう当時わかんなくてさ。生でありですって言われたのよ。ええー、と思って。グラビアアアイドルの卵に生ありなのお寿司じゃん それで、5万円払うじゃん。で、行くわけじゃん。そしたら、レンタルルームみたいなとこを通されてさ、でレンタルルームのとこ通されてで、キャッチが、エレベーターの下で、我々はここでちょっと、おいたましますと。で、上がって、レンタルルームがあるので、そこで、あの店員さんに話しかけて、それで、移動してくださいってこと言われたのよ。 俺ね、でエレベーターを乗ってその人たちは下で楽しんできてくださいって言われて上がったわけよでレンタルルーム入るとまず言われたのが「あっご利用ですか」って「えあの先風俗の方が」つってそしたら「ああじゃあレンタル料金あの3,000か4,000円です」って言われたのよえここで金払うんだと思ってあ別金なんだと思って3,0004,000払ったのねでレンタルルーム通されて 入るわけじゃんで、めちゃくちゃ可愛い子選んだのよ。とんでもない、もう、もう、佐々木希よ。うん。巨乳版の佐々木希選んだのよ。そしたら、マジでさ、もう本当にこ、その配信者の名前出すけど、その人が別にバカに調べてるわけで、竹地みたいな女来たんだよ。年取った。こう、マジで、えー、ってなってさ、 で、詐欺られて、俺。で、言われたのが、お金払ってくださいって、その、竹内みたいな女の子に。えさらに金払うのって。だからもう、俺、はと思って、もう、そのことやらなかったよ、もう。こう放送でやったけど、1万円ねって言われたのよ。竹内みたいな女の子にね。ええー、と思って。 払わなかった。俺5万抜き取られたんだよ、だから。で、これで、でもね、いいことがあってね。レンタルルームの前で放送つけて文句言ってたんですよ、ふわっちで。確か、ツイキャスかふわっちでね。そしたら、レンタルルームの上にいた受付の人が降りてきてさ、なんか、俺のことをチラチラ見てるわけね。レンタルルーム通されたわけじゃん。 何やってんのみたいなことで「いや放送してるんですよ」つって「あそうなんだ」って言われて確かその時ねミュートか配信をなんかミュートしたのかな、うん、でこういうこと言われたのよ「小柳さんと」と「そんなひどいことがあの説明したのはこういうことがあって騙されたんですよ」ってそしたらそのレンタルルームの受付の人が「かわいそうだね」って。 分かったって言ってくれてさレンタルルームも借りていいからね風俗の女の人呼ぶよって無料ですって言って風俗おごってもらったんで覚えてるよ風俗のあのアッシュっていうね風俗を紹介してもらった俺無,無料でアッシュっていうさなんかデリヘル呼んでもらったよ マジでだからおってもらったんでで可いい子来たからびっくりしたっていう話 <laughs> 7年前6年前の話だけどいやデリヘルだからねうんそれぐらいあよ男だって俺は7年前でも俺は思ったのがぐあのグルだったと思うよその客引きとそ,そこだから俺がわやわい騒いでるからもう風俗ね無料で なんかおごってやって黙らすみたいなや寸法でやったんじゃないなんか。だと思うよ、俺は。うん。でね。え、今日呼ばないよ、デルヘルなんて。アパホテル呼べるよ、デルヘルなんて。もう俺、風俗なんてほ、はっきり言っていいもう本当に呼んでないからね。ここ最近。いや風俗は行ったことあるよ、リスナーさんのおごりとかね。 おまだ若い子は二十歳頃の子らの話だからね、俺。二十歳。俺風俗好きじゃないから。ええー。病気怖いいやでも最近、梅毒流行ってるらしいからね。めちゃくちゃ怖いよ。過去最大らしいからね、梅毒。梅毒、梅毒。 なんか Tinder とかその出会い系でやりまくってる子がいるんでしょそれによってなんか急上昇してるっていう話らしいよ。バイト怖いよ、だから。その体重で呼べるには、当時そこいう体重じゃないから。無理ありがとう。あ、で、俺ね、またバカでさ、あの、また客引きに引っかかったのね。 で、今度は、あ、無料案内状なんだよ。こう、本当に無料案内状の人に声かけられて、風俗あると。NA ですと。で、あの、なんか、アイドル級の可愛い子たちが集まってますみたいなこと言われて。で、特殊なんですよと。なんか、その、キャバクラでその人をとお酒飲むと。で、その方と一緒に選んで、楽しく飲んで、 連れて行って、やれるというシステムですと。で、込み込みでって言われたお酒は無料だって言われた。ねで、あ、そんなあるんだ。無料案内所だ、しかも。行くわけじゃん。おあ、ありがとうんす。10倍、ドンチキ何の話よ。風俗の話ですすいませんごくありやす。すいません、あの、 あんま下ネタの話しないんですけど、たまにこういう話もいいかなと思います。僕の失敗談をね、新宿はやばいという話のタイトルでやってるんですけど。で、客引きに案内されて、その時お金取られなかったのね。え、お金は先払いじゃないですそ。その時俺はもう警戒心強いから、先払いだったら行かんとこうと思ったの。そしたら、先払いじゃないですと。とで、案内されて、行くわけじゃん。で、中入ると、なんか、頑丈な黒い、 分かるる黒いドアがあののね頑丈のもう鉄砲で撃っても弾き返すような鋼鉄の壁そこ開けられてなんか白服と、ね、下にく黒スーツ着た男の,あのスキーヘッドが立ってたんだよ参加立ってたわけよ。で中に入るじゃんそしたら女の子たちがあの10人ぐらいもうカーテンも何も仕切りもなく並んでるわけ横で。 で座ってで女の子がつくわけよで「何飲みますお兄さん」みたいなこと言われてあこれがこういうシステムなんかと思ってさでねあの聞いてた話は3万円ぐらいそれでやれますって言われたのねでメニュー表みたいなの渡されてさ見たら水一杯5,000円だよお前びっくりしたよお前今日月1万円だよお前 なえー、と思ってでもメニュー表見ても目を疑ったもんだから俺あ「すいません」「出ます」って言ったのよ「いやもうごめんなさい」ってもう怖くてこれもぼったくりだと思ってさ「あここありがとう」そう「イベントかまお願いします」で「うわぼったくられてるわ」と思って「もう出るわ」って言ったのよそしたらスキンヘッドとなんか 頑丈な男2人3人組が俺の周りの方に座って「おやさん帰るんすか?」っつってこう「ほんとこんな高圧的なさっきまでニコニコしてた人だったの帰るんすか?」っつってあ「帰るんですよ」っつったら「あじゃあお金は払ってもらえますよ」でもっつって「えいや飲んでないんで金はかからないでしょ」って言ったら「いやかかるんですようち入場料」っつってつって「ってえいくらです ?5 万?」って言われて俺 財布に5万なんて入ってない。4万くらいえ、断ったんだけど、もう俺、えって思ってさ、いや、5万も持ってないです。あ、そうっすかつって、じゃもう財布のあ,ありがねでいいっすよって言われて、俺お金ありがね払って、で、俺、下まで降りたんだよ。4万何千のやつ。これマジで。で、俺もう配信外だったからムカつきすぎて、追加すぎ、 つけてやったんだよで、めっちゃねあのワーわー叫んだのね叫んだいうかもうあやあお金返してくださいそれだけは駄目なんですみたいなことを言ったのよあの店の前でそしたらスキンヘッドの人が来てさなんかね分かった分かったよってなって俺お金ね返してもらったうん すごいでしょ。俺、ぼったくりにあった店で、金返してもらったから。土下座して、ね、あの、さ、もう本当子供みたいにこうやったんだよ、俺。それで許してもらって、金返してもらった。これマジな話だからね。で、なって、でもこれ、怒りが収まんないわけじゃん。なんで俺が土下座しなきゃいけないのただ土下座しただけじゃん、俺。警察行ったんだよ。交番。そしたら警察になんて言われたと思う いや、そういうの流行ってるからね。もう気をつけてね。で終わりだよ。歌舞伎町交番前。覚えてる今でも。えと、ー、思うじゃん。ぼったくりあったのに。ああイベントアイテムありま誰が投げてるのこれ。ああ、ティーちゃんありがとう。はニアもありがたね。バツさんも。作るなよ。作ってない。こんなス,ストーリー。俺 前もなんかかここの話したことあるからねで歌舞伎町の交番マジ何もしてくれなくてこういうのあるから気をつけてねぐらいで終わってそしたらで出たらさあのちょっと歩くとスキンヘッドが立ってるんよ、ね、警察行った?」つって冷たい声で「ああいやまあ行きました」って「ああ」みたいない,いい度胸してんなみたいなこと言われてね。 で特にそれで何もなくね、帰ってったんだけど。だ監視されてると思った、歌舞伎町は。俺だってあの、その人に誰もね、追跡とかその、後ろから来てるって思,思ってなかったのよ。そしたらそのハゲがね、立ってるからさ、もうびっくりしちゃって。あ監視されてんだなと思って歌舞伎町で。ネットワークというか。 そういうことがあったのよ。うん。でもお金は返してもらったらよかったけどね。ありがね全部俺払ったから。そう。で、それでもう、そっから釣りはないね。うん。だから、歌舞伎町のこの、新宿危ないよっていうタイ,タイトルコールでね。本当に危ないとこ。客引きとかキャッチには気をつけて。特に男性の方。えー、あなたの、 ね、弱め握ってねぼったくりしてきますつながってるのこれ警察行ってもののちょっと3分ぐらい歩いたら痛んでよハゲがけど行ったやろっていい時をしてんなって次行ったらないぞみたいな言われてさもう怖いよ歌舞伎町はで俺キャキャもうキャッチには絶対引っかかんない歌舞伎町の しかも無料案内所の人に紹介された場所だからね。無料案内所も当てにならないよ。あの、神社あるんだよね。歌舞伎町の中に、ね、神社っぽいとこ。わかる千円ガチャ行ってるとこあるじゃん。そこになんか寺みたいなのあるじゃん。その目の前の無料案内所があったの。今潰れてるけど。そこに入ったら、なんか、案内された場所、場所がそこだったからね。 うん。で、今はね、あの、なんか、出会い系が流行ってるらしいよ。ぼったくり系は。なんか客引きじゃなくて、Tinder とかね、マッチングアプリで出会った男の人が、女の子が指定する店行って、それで高額の請求受けるっていう事案がめっちゃあるらしいよ。マッチングアプリで。そういうのが。気をつけたね、みんな。出会い系。女の子が指定する店は絶対行かないほう方がいいよ。 これはもう男性諸君にあの俺が経験した話を言うから。いや、怖い怖いもん、もう本当に。パリ久しぶり。バン中村じゃないです。ええー。まあ、行くならな何人か、あの、人と連れて行った方がいいよ、うん。パリ行った、いや、行かない行かないよ。あの、前も紹介した闇スロンのさ、ね、やつがさ、なんか盗撮して YouTube 開けてるやついるんだけど。 闇,闇のスロットそいつ確保されてねボコボコにされたらしいからねもうほんと歌舞伎町の客引きに引っかかっていってもいいことはないよでもねこれ歌舞伎町だけじゃないと思うけどね他の地方もあるんじゃないのこれ大阪も秋田県とかその客引きであんのかなそういうの地方ってだからもうほんとにさ土田舎でさ県がね 秋田県とか富山県とかねそういうの繁華街であんのそういう客引き闇スロって何の題があるの吉宗いやなんか YouTube で闇スロって調べて検索したらなんかよくわかんない番長とかねなんかボーナスのやつとかあの吉宗とかそういうのがあったねなんかね闇スロのやつですとかあった ね、ジャグラーでなんか、チャンスっていうやつがちょっと光って、なんかね、ね、なんか光るジャグラーもなんかあって。いろんな種類であるんだなと。俺行ったことないけどね。うん。YouTube であるんだよ、それが。本当に。いや、11時くらいに曜文やると思う。11時過ぎたら電話するわ、じゃあ。曜文起きなと。うん。詳しくないって。 ああ。リップ5連でボーナスとかな。何それリップ5連。知らないわ。670号の。闇、闇スロ行ってんの行ったことないよ。嫌いだからね。あ、でも台湾か、そのベトナムなんかあの、カズクンが行ってたじゃん。なんか海外で、スロット地に。ああいうの行きたいよね。なんか昔のスロット、なんか吉宗売ってたけど。 マ、まあ、サムネか。めっちゃ面白そうじゃねあれ。えー、目よしできるよ、普通に。なんか見る配信者いなくなったふわっち自体が飽きてるんじゃない見るやつが、その同じ定期的なやつだからさ。じゃないの。なんでギャンブルの話は、えー、生き生きしてるのギャンブル好きだから、それは。 でもそんなギャンブルの話はいいんだよ。俺は家探しをしたいの。いないの、ね、今から。今から行くよ、家。ああ。いない行くよ。イベント最終日の閲覧1位すごいじゃん嘘でしょほんとだ。まあ、あんまこの閲覧数で1位は嬉しくないけど。 えー、まあ見てくれてんだろうねありがとうございますほんとファンがついてきたのかねうん風俗話で結構やつら伸びたからね風俗話好きなのかな豚って何だ豚ってお前いきなりそうだねあの俺は配信時間が1時間しかやってなかったから 端的に呼ぶニュースキャスターとして見てる人が多かったと思うんだよ。で、今さ、昼の放送とか、もうその炎上ニュース終わった後、なんかいろんなとこうろついてるじゃん。うん。だから、あ、パルやってるこの時間帯っていう定期的な時間帯だから見に来る人多いね。<laughs> 眠たいからと何々を断った旦那ですが、今、 横で携帯触って起きています。とても辛いです。男性の意見を聞きたいです。あ、エッチ断られたので浮気しないよ、そんなの。いらないじゃん、その旦那。ご、ゴミだよ。うん。ね、エッチ断られるなんて、もうそれうん、終わってるから、刺激求めない。もう女として腐るよ、それ。浮気しとがいいよ。そんなもん、不倫とか。 そいつが悪いんだから。かま、かまわないやつが。今来た産業、リリーさんだってからどうなったのリリーさんだって配信外になったじゃん。税金の話なんか言われたよ、お前。パール税金やってんのって。いや、やってますよーって返したけど。ねえ。アンダーはもう税務署って返ってね、なんか俺の弱みをね、握ろうと、なんかめっちゃ喋りかけてきた。税金話ね。ね、ええ 俺は笑顔でね返してたけどリリーさん税金話振ってきたよ逃げじゃないちゃんと立ち向かって話聞いたよ、ね、ほならーっつってとこ消えたけど <laughs> 田崎お前気をつけ消すからないや俺のこと消すのなんだよ何にもしてないじゃんあのね文句があるなら全然連絡してもらっていいよ俺 LINE、あの、公開しようか、じゃあ。Twitter でもう。そんなことやれるんだったら。あ、みんなね、あの、カレンからさ、紹介してほしいって言われたから、紹介するわ。一瞬だけな、カレンから YouTube でね、こんな来たわ。明日のネタなんだけど。音楽活動したから、たくさん広めてね、と。 オリジナル曲でミニアルマムを出すからミュージックも作るし東京ドーム目指してると来年は1000人規模のライブするから宣伝してね死ぬ気でやる酒も治療してやめたと今は一問なしで頑張よ六本木からも追い出されて引っ越すよと言ってるわうん頑張れ応援してるありがとうって,言ってじゃあちょっとね応援したいからカレンが歌ってる曲流すわ悪魔の 曲のまあ、曲なんだけど流しますあのねうまいと思うよ いや、うまいと思うけど、ねつも。上手くない?あ。ああ。うまいと思うけどね。あのね、みんな知らないけかもしれないけど、まあ、後でいいよ。これサビね。かかるんだよ。 もうカレンっていう特徴しかないんじゃん。すごくありがとう。いいのこれ。誰ええー、嬉しい<も>ありがとう匿名さんありがとうございますきっと心りあるやつ匿名さんも大好きもう俺ね、 あなたのこと好きすぎてね。もう、あのー、どう、どう引き止めようかと思ってるからね。うん。行かないでよ、もう。悪魔の子だよ、これ。ここありがとうございます、トンチキー。えいいの、こんなもらって。曲と、とえ、聞きたいの、曲。やもうサビ流したからさ。うん。カレンで、カレン。 で再生回数7000回生、7000再数だからね。すごいんだよ。えー、ありがとう。あの、もうよかったらね、あの、応援よろしくお願いします。匿名さん。ありがとう。で、カレンって知らない人、知らない人に言うとあの、ショーパブっていうか、なんかあの、歌う、なんていうのあの、ライブあるじゃん。バー、なんていうのあれ。ショーパブじゃないけど、なんかあの、

ここから10個のランカギドンチキーすいませんああうっそ n ちゃんありがとういいのデ a ちゃん。ちゃんと見てるからね。投げてくれてる人。すいません。で、カレンは、あの、ショーパブの歌手だったからね。ボーカルだから。だから歌う,うまいんだよ。うん。 中ちゃん嫁にナイス協力お願いします僕のイナイス押してください中かちゃんの嫁だどうでもいいよ悪いけどありますよあるかよかったええー、ありやすんかみんなねメタル社長のねアカウント消えたって来たからさで調べたら名前変えてるだけですよねうんアリアソンとメタル社長もう絶対応援しに行きます次のイベントみんなもねメタル社長がさイベントやってる時応援してあげて ありがとう。彼を吉原の泡で発見したよ。初見、気持ち悪いのたくさん見てる人いてすごいうわーひどいこと言うね、お前。えー、ショックだよ、お前。あの、下げてあげるのは嬉しいけどね。気持ち悪いのはね、まあ仕方ないけど、その、そんなこと言わないでよ。 カレンは何歳なのいや、何歳かちょっと言えないけど。うん。そうだね、ちょっと。あのね、リリーさんからもらったやつ紹介するわ。リリーさんから差し入れで。か韓国系のやつめっちゃもらったんだけど、これ。ありがとう、リリーさん。いっぱい買ってもらった、こういうのも。 韓国系のやつか。韓国にはまってんのかなこれも。ジュース。ありがとう、これ、韓国のやつ。これもね、韓国。韓国行ったらこれ全部韓国系だよ。ありがとうね。 で韓国のご飯って美味しいよね。美味しそうに見える。これもありがとう。あの、今日あの夜、あの、夜食女子食うね、これ。ハマってんじゃね韓国にね、リデビーさん。韓国のお土産。いや、多分ね、あの、鶴橋とかコリアンタウンで売ってるやつ買ってきたんじゃない食うなよ。ああ、だ、 いや食うよ、ちょっと。俺、今日何も食ってないよ、ご飯な、食ったっけ、今日。うん。いや俺、何も食ってない、今日、今思ったら。朝、昼、晩。昼と晩も食ってない。あ、2個ありがとう !3 個もあ、さあさあありがとうございます !3 個、2個あります ネちゃんもありがとうえあななこちゃんありがとうね。匿名じゃなかったのね。ごめんね、なこちゃん。嬉しいわ。食っとるかな。まあ、食ってるけど。いや、寿司の弁当あれ、食ったうちに入らないから、俺もう食おうかなと思ってるもんあの。これ終わったら放送。おなか空いてるし。 ガチャガチャな経験あるあなんかこうリポルターにもらって、ね、これ,これもうこれ腰部に当たったやつ忘れてたわこれこれ腰部投げるわ腰部やってるだわく電話するかなあ大丈夫寝過ごしたって言いそうだよね家まで行く 養分地までこれねありがとうゴミアイテムじゃないよこれもあ養分始まったじゃあ大丈夫じゃんでね言ったら11時くらいにやるって1時間ぐらいで これランキングさ、ない。2位か。あ、2位じゃん。え、すごくないじゃあ1位にさせてください。ちょっと0ン抜きたいんで、お願いします。スポーツマン、ごくありがとう。え、今日あった。ああありがとうございます。本当、俺も会えてよかったです。腹してきますね。ようまた 正規見ただけで行ったらしいあ、そうなんだ。あと1時間だよ。結構楽しくね、楽しく放送できてるわ。ええー。だいたい10時,ぐ10時ぐらいから閲覧減って300先輩になるからさ。嬉しいわ。ありがとう。うん。ありがとうございます。あ、スポーツマンごくありがとう。ええー、かわいい、これ。 投げてもらったけど、フォローされてないわ。え、フォローしてよ。投げてもらったからフォローしとくね。合ってるよね、これ。あ、違う子か。間違ったわ。すいません。ありがとうと、トイ、トイさん。シュさんもありがとうね。 カツラってよいやかぶらないよカツラはボールありがとうたくさんありますええー、いやでもねバスケットボールこれ勝ってほしいね無理か45万差だよ今差としては01との抜きたいね01とのさあれこれバグってんな ああ参加ありがとうもう終わってるわ、ふわっチ。見てよ。うん。1000人誰もいないわ。これあの、隠しアカウントね。iPad。これは誰にもブロックされてない俺の隠しアカウント。だから政治見れる。俺の携帯見れないけどね。1000人もいってないよ、俺。 かそりすぎでしょ、これ、ふわっち。イベント最終日は。なあ。こんな減るの。バスケットボール送る場所は実家だね。ゼロワンの期待がゼロワン強いから、なんか、レイカ様ついたんでしょ、ゼロワンレイカ様。有名な、あのー、 中村君についてた人で今小吉さんについてでゼワについてんのかなこれ麗華さんは枠来てたからねあの人がすごい投げたらしいじゃんうんマジでマジでえそうなんそうだ麗華さん来てたんだよあの麗華さんじゃないの違うんかなでも小吉とそうだよね なんか、ゼロワンでもめてたからレ、あのレイカさんじゃないのかなそうなのそうの。いや、01レイカ様って言ってたよ。これ麗華って。あのレイカじゃないの。みんな知らない金持ち。いや、金持ちはね、いっぱいいるよね。あのレイカか、やっぱり。だから、ゼロワンと小吉って、ほら、もめてたのじゃん。 そっから礼夏さんがワンの方にくら替えしたってことうん。あ断ったって言ってたようなあそうなのじゃあ、あの礼夏さんが泣けてるわけじゃないんかなこれこれの歌の礼夏様でしょこれこれさんは返そうだし、投下されてね、松野チケちゃんに。 でも俺がね、もしこれこれさんという立場で松野チケちゃんが来たら俺抱いちゃうけどね。可愛いから。うん。松野チケちゃんまだ抱かれに行ってるでしょあれ絶対に。売名というより。ね家へ引っ越すらしいけど。まだ、あ、やられた方はたまったもんじゃないけどね。女の子。男だったら嬉しいけどね、可愛い子だったら。女の子イケメンでも怖いよな。 でもたまにしか投げてくれないって言ってて。あ、そうなんだ。後ろの写真取り上げられてるのそうなんだ。皆さんラスト1時間応援お願いします。お願いします1時間1分。ええー。無料相手また投げてってください、ちょっと。投げれる方いたら、ぴよぴよ邪魔ありがとう。えー、ラスト1時間。お願いします あれはすごいかーあ、なんで今日閲覧多いか分かったわ。音楽流してないからだ、あれ。あれう、とうしいのかなあの曲。うん。ョーラあれ流してるとなんか閲覧めっちゃ減るんだよ。で、まあ、と、アイテム飛ぶんだよ。あれなんかなあ、コーヒー芸にありがとう。 あ、コーヒー牛ね、知り合いなんだ。お願いします。一回ありがとう。誰あ、ありがとうね。ラスト一時間いや、行きたいね、これ。行けるかなでも、何回や飛んでるからね、めちゃくちゃ。1400個飛んでるからね、すごいよ。ねありがとうございます本当に。ボール参加ありがとうございます。 草猫で負けるな。リラ猫と今、俺2位だから勝ってんじゃないこれ、さすがに。勝ってるわ。いつも炎上ニュースありがとね。楽しく拝見させてもらってます。いや、ありがとう。フォロストくね。リアジュンじゃん。週一でやってんのジム。明日からによって特にないんだよ。 どううしようでもねあ、ニューベイビーちゃんとデートしたいんだよねうわー30個ええー、ああトイちゃんこの前のイベントも投げてくれたね30個いいなこれ君がえー、君がえー、今日のアラブ赤王大奴今夜は君がトップワン君がいなきゃやってけない言れたら断ち切。 ありますめちゃくちゃ嬉しいです。30個ないっす。ええー、やっぱね、イベント期間中って、俺ね、今見たけど、俺まだ閲覧1位なんだよ。900人で。もうふわっちがバカにされるゆえんだよね。うん、イベント最終日ね、みんな枠やって閲覧取り合いになるかいかに。 共有し合ってるかっての分かるよね。頑張ってありがとう、一行、ドンチキあ、あのチンのとこも行きたいね、ちょっと。でも、とりあえず、ホテル二日取ったから、今日と明日は、まあ、なんとかダウンしのげる。で、こっからその次だね。あどうしようかなと思ってるよ。どうしよう。明日は。まあ、リアトズマジしまくったもんね。 えみたろうとルイジは永久版でお願いします。えみたろうちゃんとルイさん。だから、えみたろうちゃんは、途中で来たあの、ポットでの配信者ネットの王子の振られた女の子みたいので、なんか今人気出てるけど。で、今、ルイジさんとなんか盛り上げてるけどね。なかなかできないそういうのは。うん。普通はね、そんなんで引っ張れないんだけど、引っ張ってるっていうことは、えみたろうちゃん、 やっぱセンスがあるんだろうね配信者としてのスポーツマンご苦労ありがとうございますああティーチャーデートしてよええー、ねいつも投げてくれるけど俺基本女の子がデートしてくれる子デートねアイテムくれている子はデートしてくれると思ってるからデートしてほしいよそうニューベイビーちゃんね ニューベイビーちゃんと俺デートしたい。ただ、ニューベイビーちゃんの LINE 交換したんだけど、あのね、返事が返ってきません。うん、忙しいのかな連絡一応送ったんだけどね、ニューベイビーちゃんに。あの、今日き、今日来てくれてありがとうね、と。うん。 可愛かった今度デート欲しいしてほしいってライオン食ったのそしたらパルパルいつまで大阪いるのと返ってきたのねおっずっとあると思う気分かなって返しちゃったんだけど既読がついてスルーされてる脈なしですかねこれ匿名さんありがとうございますこれ脈なしかああ M ちゃん、さらに M ちゃん、ダブル M ちゃんだよ、これ。5個と10個の。夏ちゃんもありがとう夏み、彼氏います。あそ、そうですか。彼氏いますか。まあ、仕方ないですね。彼氏いるなら。もう申し訳ないです。えー。パルパルデートしあ、見てた、ニュイちゃんいや、デートしたよ、ニュイちゃんとマジで。 ほんとね、本当ニュイちゃんめっちゃね、これね、あんま知られてないんだけど、めっちゃタイプなんよ。なんか、あのポニテで結んでるニュイちゃんが好き。垂らしてる時のニュイちゃんよりポニテのニュイちゃんが好きかな。昔、好きだった女の子似てるんだよ、葵ちゃんっていう子に。中学校の頃のね。めっちゃ好きなんだよね。 お世辞じゃないからね、マジだからね。あ,ありがとう夏美ちゃん。ありがとうね。夏美ちゃんだけなんかあの、匿名なのに名前言っちゃった。ごめん、夏美。うん、ポニーテールで行く行こうよ。あの、あの、どこがいいかな、デートね。大阪、デート。どこがいいだろうね。休みとかいつなんだろうね、いっちゃん。 ようも起きたよ。今、枠やってる。ルイジが喧嘩してるんだっていや、それ知らない。今、メミ太郎ちゃん、警察沙汰になったってのは知ってるけど。休みは火曜日ってことはあさってか。あさってどうあさって。ねえ、一緒にデート。天王寺動物園。だから放送できないよね。ええ。 配信やったうがいいでしょニュいイちゃんも。だから、コリアンタウンにいるじゃん。で、ニュイちゃんどこで、どこで、どう活動してんのか、ねえ、気になるわ。一緒に温泉行くか、ニュイちゃんじゃあ、火曜日。月曜日の、ねえ、仕事終わりに一緒に、一泊二日。ねえ、温泉行く温泉、行くか、温泉。 えー、虫、鳥、通販で買えますか買えるんじゃないの一回聞いてみない ?DM で。買えると思うけど。